モンパルナス、モンパルナス地区は、パリの第53番目のカルチエ、行政地区で、セーヌ川左岸14区に所在する地区である。ただし、トゥールモンパルナス、モンパルナスタワーは、西側の15区に位置する。また、北側の5区、6区と接した地域で、モンパルナス大通りと、ラスパイオ大通りの交差点を中心とした一帯でる。さらに、フランス国鉄や、 地下鉄のモンパールナス駅がある、交通の要所となっており、ビジネスと商業の拠点として、オフィスビル、映画館、ショッピングセンターなどが集中する。商店やスーパーマーケット、レストランは、庶民的なものから、高級なものまで、何でも揃っている。1920年代の狂乱の時代、エコールド・パリの時代の芸術家たちの中心地としても、有名である。また、 北方向には、リュクサンブール公園と、リュクサンブール宮殿、ロックが、また、大学の集中するカルチェラタン、極、ロックや、やはり芸術家の溜まり場となるカフェの多い、サンジェルマンデイコールプレ、ロックなどの地区が隣接している。モンパルナスの名は、ギリシア神話にある、パルナッソス山、文芸の女神たち、ミューズの旧柱の姉妹が住み遊んだとされる山から来た、あだ名である。 17世紀頃、丘の多いパリ南港のこの地に、学生たちが集まり、詩の朗読会をするなど遊び場としていたことから、パルナッソス山とあだなされるようになった。ただし丘は18世紀、モンパルナソー通りの建設のために削られて平らになってしまっている。フランス革命の頃には、多くのキャバレーやダンスホールが並ぶ、観楽地となっていた。セーヌ川の反対側の地区、 モンマルトルと同様、モンパルナスは20世紀前半、世界の芸術家の都道地として有名になった。特に第一次世界大戦後の解放感と後継期で、浮かれた狂乱の時代、レザフォル、レアネフォールと言われる1920年代、モンパルナスは、パリの知識人、芸術家の生活の中心となっている。1910年頃から、パリの芸術家のサークルは、 印象派など前の世代の芸術家たちの洋蘭の地であったが観光地や高級住宅街、ジェントリフィケーションとなってしまったモンマルトルから次第に家賃の安いモンパルナスに移動した。医師が強く頑固で論争を追い問わないモンマルトルに住むピカソラ移民の芸術家たちは19世紀末に活躍したパリッコのエミール・ゾラ、エドアル・マネ、エドガードがガブリエル・フォーレたちや ダンディサを洗練させることに浸って、実際の芸術的傾向よりも、地位から来る神話性によって集まる、フランス人の芸術家集団とは、経済的にも、社会的にも、政治的にも対極にあった。こうした移民芸術家たちは1910年代以降、モンバルトルを去り、モンパルナスへと移る。モンパルナスは1900年代までは、北隣の大学地区、 カルチェラタンに通う学生の下宿や荒れ地が広がっていた場所で、家賃や物価はじめ、何もかもが安い、サビレタ郊外であり、区画整理が進んで市街地化した1900年代後半になっても、基本的な変化はなかった。世界中から集まった金のない画家、彫刻家、小説家、詩人、作曲家たちは、安い家賃や物価のため、また創造的な環境に身を置いて、 成功のチャンスをつかむため、ラリューシュ、L.A. ルーシュのような集合住宅に住み、芸術家のコミューンを作り上げた。ラリューシュでは、マルクシャガール、アメデオモディリアーニ、シャイムスーティンダが、水道や暖房のないアトリエで、ネズミや白ミに苦しめながら、食べるために作品をわずかな金で売っていた。ジャンコクトーはかつて、モンパルナスでは貧困すら贅沢だと言った。 キュビスムやフォービスムを支援したヘンリー・カーン・ワイラーなどの画に見出され、売り出されたこれらの芸術家の作品は、今日では数億円の値で取引されるほどになっている。モンパルナスには全世界から芸術家がやってきた。パリのアメリカ人の人数は、1921年から1924年の間に6000人から3万人に増加した。他にもロシア、 ヨーロッパ各地、カナダ、メキシコ、チリ、そして日本のような遠い地からも集まっている。パブロ・ピカソ、オシップ・ザッキン、マルク・シャガール、モイーズ・キスリング、ニナ・ハムネット、フェルナン・レジェ、シャイム・スーティン、アメデオ・モディリアーニ、マルセル・デュシャン、コンスタンティン・ブラン・クーシ、マヌエル・オルティス・デザラテ、アンリ・ピエール・ロシェ、マリー・バシリエフ、マックス・ジャコブ、ディエゴ・リベラ、アルベルト・ジャコメッティ、ヘンリー・ミラー、 ジャンイコール・ポール・サルトル、サルバドール・ダリ、サミュエル・ベケット、ジョアン・ミロ、アンドレ・ブルトン、フジタツグジ、高崎・剛、ギオーム・ア・ポリネール、ジュール・パスキン、岡本・太郎、ゲルダ・タローらがモンパルナスに集まっている。エドガードがも晩年は、モンパルナスに住んだ。モンパルナスの芸術家コミューンは、独創性のあるものはどんな変人であれ、受け入れられた。新しくやってきて、 不安に感じているものも、先に来ていたメンバーに遠慮なく、迎え入れられた。藤田嗣ぐじが1913年、誰も知り合いのいないモンパルナスに、日本からやってきたとき、彼は暮らし始めたアパートで、ライブスーティン、モディリアーニといった、同居人の芸術家たちと一晩で知り合いになり、一週間以内に、アパートに出入りする、フアングリス、パブロピカソ、 アンリ・マティスラとも友人になった。1914年、イギリスの画家ニナ・ハムネットがモンパルナスに着いた、最初の晩、カフェ、ラ・ロトンドの隣のテーブルで微笑んでいた男が、愛想よく、モディリアーニ、画家で、ユダヤ人ですと、自己紹介した。彼女たちは、友人同士になり、後にハムネットは、ある時モディリアーニから、上着とコーデューロイのズボンを借りて、二人でラ・ロトンドに行き、 通りで一晩中踊り明かしたことを回想している。モンパルナスが創造的かつボヘミアン的な環境で暮らして作品を作りたいという人々を引き寄せていた頃、亡命し放浪する政治家たちもモンパルナスに隠れ住んでいた。例えば、ウラジミール・レーニン、レフトロツキー、ポルフィリオ、ディアス、シモン・ペトリューラ・ラノスミカもモンパルナスにあった。この地に集まった 芸術家コミュニティのほとんどが生存のためにギリギリの生活を営んでいた頃、ニューヨークから来たペニーグ・グッケンハイム、イーリス・ウォートン、ボストンから来たハリー・クロスビー、サンフランシスコから来たベアトリス・ウッドなどアメリカの社交界の名士たちがモンパルナスの競争や芸術家たちの創造性の虜になっていた。彼らアメリカ人の中には出版社を立ち上げる者もいた。ロバート・マッカルモン、 マリア、という人のジョーラス、夫妻は、パリに来て、国際的な文芸雑誌、トランジション、を創した。ハリー・クロスビーとカレス・クロスビーの夫妻は、ブラック・サンプレスを1927年に創立し、後に有名になった、小説家たち、例えば、D.H. ローレンス、ジェームズ・ジョイス、アーネスト・ヘミングウェイ、ウィリアム・フォークナー、ジョン・ドスパソス、ジョン・ドスパソス、ハート・クレイン、 ハートクレーン、アーチボルド・マクリーシュ、アーチボード・マクリーシュ、ケイボイル、ケイボイル、ドロシー・パーカー、ドロシー・パーカーなどの作品を出版した。アメリカのジャーナリスト、ビルバード、ビルバードも自分の趣味で作ったスリーマウンテンプレス社からエズラ・パンドラの本を出版し、イギリスから来たナンシー・キュナード、ナンシー・キュナードが乗っ取りアーズプレス、ワーズプレスに変えるまで経営を続けた。 マックス・エルンストと,と結婚したペギーグ・グッケンハイムのような名詞はパリ都心の高級住宅地に住んだがモンパルナスの様々なアトリエを頻繁に回り将来名作と呼ばれるであろう作品を次々買い求めたこれらは現在ベネツィアのペギーグ・グッケンハイム美術館に展示されている多くのアメリカ人がパリにやってきた理由の一つに20世紀 初頭のフランに対するベイドルの為替投機も挙げられる。モンパルナスのカフェやバーは芸術家たちがアトリエの暑さや寒さをしのぐ場所であると同時に待ち合わせ場所、溜まり場であり、アイデアが不可視熟考される場所だった。モンパルナスのナイトライフの中心であるカフェはババン交差点、カルフール・ベボン、今はパブロ・ピカソ広場と改名されているに集まっていた。モンパルナスの絶頂期。 ルドーム、ルドーメ、ラクロズリーデリラ、LA、クロスリーデリラ、ルセレクト、ルセレクト、ラロトンド、LA エエロトンデ、ラクーポール、LA カポールなど、観光名所となった今もなお営業して、当時の面影を残しているこれらのカフェは、腹をすかせた芸術家が、数三チームで、一晩テーブルに居座ることのできるだった。彼らがここで寝てしまっても、ウェーターたちは彼らを起こさないようにと言われていた。 半ば知力で、半ばアルコールの力で激論が起こることは普通で、殴り合いの喧嘩に発展しても、警察をわざわざ呼ぶ人はいなかった。もし飲みしろを払えなくても、らほとんどの経営者、ビクトル・リビオン、ビクター・リービーンなどは代わりに、ドローイング、素描などを受け取り、金ができるまで、それを預かっていた。 カフェの壁がこうした画家たちのドローイングで埋まるという、今なら世界の名だたる美術館のキュレーターたちが嫉妬する光景が、この時期モンパルナスのカフェにはあった。モンパルナスには偉大な芸術家の集まる場所が多くあった。そのうちの一つが、ルドームの近くのドランブル通り、リュデロンブラ十番地にあった、ディンゴバー、ディンゴバーだった。そこは、芸術家たちと国を離れた。 アメリカ人たちのたまり場であり、カナダ人、モーリー・キャラハンは、友人のアーネスト・ヘミングウェイと、共にまだ何も出版していない。小説家同士のみに行き、すでに小説家として、名を成していたカイ・スコット・フィッツ・ジェラルドとここで出会っている。またマンレーは、友人で、ダダイストのマルセル・デュシャンがニューヨークに移住した後、最初のアトリエをドランブル通り15番地のホテル、ロテル・デゼ・コール、L。 ホーテルでエカルに作った。ここは、マンデーが写真家としてのキャリアを始めたところであり、ジェームズ・ジョイス、ガートルード・スタイン、ジャンコクトーラがポーズを取り物クロームの写真に収まった。あ、デラゲテ通り、デュデ・エ a ガイテには、劇場や、ミュージックホールが多数あった。特に、ボビノ、ボビノは、有名だった。その舞台では、当時流行していたせいか、名だけを芸名にした歌手、例えばダミア、 ダミア、本名、マリーイコールルイーズ・ダミアン・マリエルイース・ダミアン、キキ、キキ、本名アリスプラギアリスプリン、マイヨール、メイヨール、本名フェリックス・マイヨール、フェリックス・メイヨール、ジョルジュス、ゲオルギウス、本名ジョルジュ・ギブール・ジョージ・ス・ギバーグといった歌手たちが、満員の観客に対して歌っていた。特に、ブルゴーニュ出身のキキは、軍需工場で働きながら、ンパルナスのカフェに出入りし、 富士田つぐじら売れないが形のモデルを務め、やがて、モンパルナスの女王と呼ばれるようになった。彼女は、マンレイや、キスリングホカと愛人関係を持ち、絵画のモデルに頻繁に起用され、映画にも出演するなど、新聞や雑誌の噂となった。ここはまた、エリック・サティや、ジャン・コクトーのアイデアに基づいた音楽を作るフランス六人組が、形成されたところだった。 第一次大戦でモンパルナスは、徴兵や芸術家たちの帰国、戦場からの避難民の殺到で混乱するが、戦後は解放感と神話化された芸術の聖地へ行きたいという世界中の若者の殺到で、戦前の貧困ぶりとは全く異なる風景が出現した、いわゆる狂乱の時代である。1920年代のモンパルナスは毎日毎晩が華やかな祝祭で、 酒山役による乱畜騒ぎが繰り返された。競争と喪失感が混ざり合った当時の雰囲気をヘミングウェイは後に遺作移動祝祭日。160年でもし君が幸いにもパリで青春を過ごしたなら残りの人生をどこで過ごしたとしてもパリは君について来る。なぜならパリは移動祝祭日だからと述べている。詩人マックス・ジャコブは彼はモンパルナスに 恥ずかしく、罪を犯しにやってきたと述べた。マルクシャガールは、モンパルナスに行った理由を説明する際、これをもっと優雅に応訳している。私は遠い国で耳にしていた物事を、自分のこの目で見ることに憧れた。この目の革命、この色の回転、想像上の線の流れの中で、自発的に、鋭く、互いに合わして行く。これは、私の故郷の街では見ることができないものだった。 あの時芸術の太陽はパリだけを照らしていたのだ。狂乱の時代は1929年の大恐慌をきっかけに幕を閉じた。アメリカ発の大不況はフランスに及び、1930年には美術史上は暴落、同年、モンパルナスの王子と呼ばれたジュール・パスキンが自殺的一つの時代の終わりを感じさせた。数人の芸術家は一旦パリを離れ、 アメリカやメキシコ、アジアなどに長期旅行している。一旦はドイツから大敗芸術狩りを逃れた芸術家がパリに避難したもの、第二次世界大戦の開始により多くの芸術家がアメリカ合衆国などに逃げ、とりわけ1940年5月から6月のナチスドイツのフランス侵攻とパリ占領をもって芸術家コミュニティは解体した。そして戦後、 美術の中心地を目指す各国からの芸術家の多くはニューヨークへ行き、パリの芸術家コミュニティはサンジェルマンデプレへ移り、モンパルナスがその輝きを取り戻すことはなった。この地の歴史を展示するモンパルナス博物館ムーゼイ・ディーエ・モンパルナスが1998年メーヌ通り21番地に開館した。パリ市のわずかな交付金で運営されているが、この博物館は NPO 法人である。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。